今日は、えー、交通の技術の中から磁気浮上とリニアモーターの技術についてお話をしましょうここに電磁車輪というふうに書いてありますが、えー、磁石の力を使って車輪の機能を実現してあげようとういう考え方です車輪というのは実に偉大な発明ですね非常に簡単な仕組みでしかも物を運ぶときにとても便利に使うことができますで この車輪の機能にはです、ね、物の重さを支える指示、それから脱線しないように案内をしてあげる案内、そして、えー、と回転力をこう前に進む力にしたり、あるいはブレーキ力にしたりする推進この3つの機能がありますで、この指示と案内というのを磁石の力で置き換えてあげるのが磁気浮上の技術、そしてこの推進とか制動の力を、えー、磁石の力で出してあげるのがリニアモーターだと思ってください。 じゃあなんで電磁力なんでしょうかということですね、この今まであったこの機械的な車輪が持つ例えば、騒音が出てしまうとか摩耗が起きるとかあるいは滑ってしまう、こういう問題を解決するために完全に非接触にする、そのときにはですね例えば皆さん、ホバークラフトという船を知っていると思いますけど空気の力を利用することができる、あるいは小学校の最初の時に習ったように静電気の力というのもありえます。しかしか あまりエネルギーを使わずにしかも大きな力を出そうというときには磁石の力を使うのが一番いいんですそれからリニアモーターに関することですけれどもモーターとそれから発電機は同じものでできるということは皆さんなんとなくご存知だと思うんですがこれが車両の駆動ということに使われた場合にはです、ね、加速してそして早く動いている状態から今度ブレーキをかけて止まる必要がある。ブレーキをかける時にその 運動エネルギーを熱にして捨ててしまうということではなくて、えー、発電機を使ってブレーキをかけるそうするとその発電した電気のエネルギーはまた次の機間に使うことができるようになりますということでとても速くて大きなものを動かしながらそれを省エネルギーの形ですることができるこういう意味もありますところがですね皆さん例えば磁石で 黒板にこう紙を貼るということは簡単にできると思うんですけど黒板から 1cm 離して磁石を止めなさいと言われたらこれできないんですねつまり磁石の力磁石の吸引力というのは不安定なんですですから電磁石にしてそして例えば 1cm を保ちたいと思ったらそれよりも離れてしまったら電流を増やしてそれよりも近づいたら電流を減らしてとていうような 安定化のの制御いいうのをしなけければいけませんこれ、なかなか難しいことで、こういうふうにこうあの棒を逆さに立てるというのと同じように、いつも緊張感がある仕事になります。でも、これできたらとても面白いっいということはお分かりいただけると思うんですね。でそういういこととができると 例えば、血液を傷つけずに運ぶ人工心臓のためのポンプだとか、何万鑑定もするようなモーターだとか、あるいは皆さんよくご存知の時速400キロ、500キロの夢の高速鉄道ができるということになります。今日はこの磁気浮上、それからリニアモーターの技術の面白さと素晴らしさということを知っていただきたいと思いました。